はい、これが一応これディフューザーっぽいのついてるんだね。そうですね、そうですね、これはオリジナルで作ってるやつなのかな。あの一応まあ RHN というエンブレムがここに書いてあるんで、もう何スカイラインは、はい、オーナー君はスカイラインもうどれぐらいから所有してんの？3人はもう免許取った時から。一番最初は3人なの？一番最初は3人の4枚を、うん、はい、どうもこんにちは、ウィンマンズの小出です。今日のね、ウィンマンズチャンネル、あの中古車紹介、厚木店に来ております。厚木店のね、店長小沼くんにね、ちょっと今日はですね、紹介してもらいたい車がぜひあるので、はい、今日はね、あの大沼さん、大沼くん の, あの要望じゃなくて俺の要望でございます。はい、あ、わかりました。はい、とんでもないのが来たんで、ちょっとこれね、はい、ちょっと紹介してくれと、はい、いうことでということで、今日は大沼くんと2人で、はい、今日このね、33GTR GTR、なんかとんでもない、とてつもない、すごい車ですね。すごいですね、これ、はい、まあ、そこはね、いろいろ詳しく突っ込んでもらおうと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっとの時間ですが、最後までご視聴のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、これが一応これディフューザーっぽいのついてるんだね。そうですね、ブレーキもオーバーホールしてんのかな。でもね、そうですね、まあ多分塗り直しがあったらしてるかもしれないですね。車高調が入って、車高調はどこだろう、プラストっすね。プラストか。うーん、で多分これもトップシークレットさんのやつかな。フロントパイプ、フロントパイプチタン、チタンか、すげえ。これ ECV、 これが回ってるはずだけど、ここで弁があるんだよね。はい、そうそうそう。すごいね、このサイドのカバーがこんな、下もフルフラットにできるよ。こんな内側まで入ってきてるんだね。ジャッキポイントここしかないんだ、やっぱり。そうっす。これはこれなかなか効率的な。おお。最高速。で、あとはこれ、これもチタンかな、ゴマフラーで。チタンっぽい、あ、そっか、これガナゴールかな。だったきます。で、これも入って、これがハイキャスですね。ハイキャスだよね。ここでなんかちょっとこう動かして、これが動かすんだよね。左右に、うん。で、ロアーム。ロアーム。ロアームとこれはスタビー。スタビー。アッパーアーム、ね、マウントとかはそこら辺はやってるわけじゃなさそうだね。あ、でも変えてそうですけど、ね、うん、見ると前変えてた。あ、でも新しいっすよ、気しますけど ね、この辺は本当一周近いし、そうですね。でもちゃんとワーグも変えてそうっすね、ブッシュの打ち替えはしてそうっすね。ここら辺の、はい、うん、でも下回りこうやって見てサビとかもそんなない ね、全然ないよ。でもこの辺もサフェで色入れてるんね。そうだね、はい、比較的後ろのこのトランク、これもそうだしね、ハータイハウスも。そうですね、ここら辺は処理してる。これが燃料ポンプ、それがアテーサの、これアテーサか。で、これがデフだね。デフです。レースグレードなんで V スペじゃないんで、うん、普通のデフです。 V スペだとなんかこれがどうなの。これがもっと四角い形のになって、うん、油圧ユニットのポンプのこっちの方にこうホースがよきって伸びてる。そうなんだ。アクティブ LS にこれはオリジナルで作ってるやつなのかな。あの一応まあ RH9 ってエンブレムがここに書いてあるんで、はい、RH9 です。トップシフさん RH9 だもんね。はい、RH9 加盟店。これがオイルパンか。
これが何あのフロントのデフ？そうです、フロントのデフですね。四駆だからね。四駆です。でもこれハウス見てもまあ大きな事故とかそこら辺のそうです、ね、心配はなさそうだね。やっぱり結構、うん、そうですちょっと V スペックとかにしかないんですけど、これもついてんだ。これっていうのは風をこっちに送り込むってやつだね、はい、そうです。結局これってキャリパーじゃなくてローターを冷やしてんだね。あ、そうですね、まあこういってるんでキャリパーも風当たりで、結局ここがこういう形状になってるってことはこっからエアを吸って、はい、こっからサッといって、そうです、そうです、まあうまくできてるね。純正の、まあ、これ今社外品ついちゃってますけど、純正の 33GTR もここにダクトついてる、うん、あ、そうなんだね。あ、これってでもインタークーラーが黒く塗られてるんだね。これ純正の、あ、純正なんだ。純正、あ、シルバーじゃなかったっけ。34がシルバーなんですけど、なるほどね、33と32黒。多分社外だともうちょいコアが前に、はい、タイヤもね、一応8分山ぐらい残ってるかな、はい、うん、ぐらいので、まあでも下回り見てもそんなに損傷はないし、綺麗な、そうですね、綺麗な方だと思います。すごくいい状態だと思います。まあ普通に僕が乗ってる車より全然綺麗だと思います、うん、年代が年代だしね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、ドライビング試乗したいなと思ってるんですけど、いいですか。はい、これじゃハンドル、はい、グラフィックス、グラフィックスついてます。スクイックリリース、こんな感じで取れるようになってますね。これチルトは、そうですね、そこでチルト、上下の上下だけ、前後はできないんでね。前後はないです、32まで、32だけです、はい、この辺の練習だと。はい、じゃあちょっとね、はい、試乗させていただこうかなと。はい、音は結構、そうですね、室内にまでちゃんと伝わってくるね。そうですね、もうちょっと下げる。これやっぱ気持ないですね。あれ、クラッチがなんかノーマルじゃないな。そうですね、ツインプレートなんでちょっと癖が、うん、お、なんとあれ緑色だね。ね、結構ここのさ、あの厚木から左に出た時の、はいはいはい、このボコボコさ、はいはいはい、がいつもあの試乗の時のこうあのポイントなんだけど、はいはいはい、ガタガタって言うかなとかさ、はい、あ、締まりがねとか言う、これ結構しっくりきてたね。そうですね、うん、やっぱりボディがしっかりしてるっていうのと、そうですね、ボディがしっかりしてますね、下手ってないかなっていう感じかな、はい、まあ何せ天下のスカイラインなんで。そうですね、今回ちょっとあの0-100 ぐらいでちょっと高速乗って、はい、走行してみたいなと。まあ、ちょっとしたこう、タイヤも別にまあまあ普通に、普通に食うやつは入ってたもんね。そうですね、なんだっけな、あの Z3 とかより確かちょっと劣るところですけど、うんうんうん、まあスポーツ走行行けるタイヤなんで、そこそこは。まあ、さっきと走るっていうよりは流す車っていうところじゃないですか ね、 ね、やっぱり、うんうんうん、まあ、でもこの RB26 でマフラー、まあ、駅前にも入ってるんで、はい、それだけでなんかもう全然この音感か感じるものって違うね。そうですね、いいね。まあ自分の車とかと比べるとまあ本当に快適な、うん、そう感じですね。何、もっと店長のならスパルタンなの？あ、もっと全然うるさいですね。うるさい。もっとうるさいですよ。いや、デフも入ってるし、足回りとかこのなんだ、あのステアリングに伝わってくる、はい、この振動とかってもう足回りとかさ、あれによって全然違うじゃない。そうですね、すごいなんかこう、はい、大
い排気量のビッグパワー、まあ、スープラと同じような感じのこうで、はい、ここまで踏んでもなんかそんな不安感がない、安心して走行できて、はい、っていう、いい車だね。いい車っすよ。サンサンはすごいいい車なんで。サンサン、まあ、3人とは全然違うよね。違うっす、違うっす。3人一番好きっすけど、やっぱり、うん、そこはね、ほんと違うとこだな、なんて言うんだろうな。これ3、4になるとまたちょっと違うのかな。3人だと違うよ。3、4になると、あの3、3よりもっとホイールベースがちょっと短くなるのと、あとやっぱ後ろ回りの剛性感が段違いに上がっていくのが乗ってて分かるんで、あの、本当に鼻の入りから、立ち上がりから、もうすんごい乗りやすくて。なるほどね。直六乗った GTR だったらやっぱり、一番3、4が、完成されてるって言われたら、確かに入稿してくださいよ。高いですからね。あともう今そんな走る人いないじゃないですか、やっぱ3、4になっちゃうと。もったいなくて。で今これあの合流するんだけど、はい、ハイキャスはこれぐらいの速度だと、はい、曲がった時に、はい、一応動いちゃいると思います。こう動くんだっけ。同じ方向に切れます。こうそうだよね、はい、それは速度はどれぐらいの。確かちょっとうろ覚えですけど60キロか80キロだったと思うんですけど、じゃあもう今のレベルだったらこうやって同じ動いてっていうと思います。低速とかで曲がるときとかに逆走位に確か切れるっていう聞く方向に、そうですね、聞く方向にっていう風になるんで、タイトコーナーとかで横地とか、あ、まあでも横地はもう関係ないのかな、切れてるアングル、ステアリングの打角によってちょっと違うっていう感じですね。いやこれね、ステアリングもナルディでこれ結構そうですね、状態いいし、いいですね、うん、大人っぽい車ですよね。結構内装とかもシックで、やっぱりお金かけて仕上げてる車って違うね。違いますよ中古車としての。違いますよ、やっぱり質感がやっぱ違うね、はい、まあところどころね、ちょっと細かいところはまあありましたけど、気がないんだけど、はい、ただまあ、うん、こういうのは後でいくらでも手直しができる部分なんで、うん、結構まあ昔こう実は 33GTR に並々ならぬこだわりがある人とかだったら買いだと思いますよ。こういうのに普通にすごい、うん、まあ、まずお、まあ、一番重要なのエンジンがねコンプリートで、はい、もう慣らしが終わってる状態、ちょうど終わったぐらいなの、はい、使用しかしてないもんね。そうですね。3人の Z でさ、はい、ハイキャスが効くの俺一人でここでこうやって撮りながらこうやってはいはいはい、動いてるのかな、動いてる、あ、微妙に動いたみたいな、はいはいはい、なかあれリフトとかで四輪からで回せる車とかだといいんですけどね、どっちからこれ。あ、やっぱカムは入ってないっすね。全然ノーマルに毛生えたぐらいな感じ。あ、そう。まあでもいいと思いますよ、オリジナルで楽しみたいっていうのだったらね。こんなアイドリングって、あ、高いと思ったけどそんな高くないんだね。多分今エアコン入ってるからっていうのもあると思うんですけど、全然ノーマルの33ってこうだったなっていう感じですね、うん、もう自分のはちょっともう変わりすぎちゃった。変わりすぎちゃったもうこんなおとなしくないですもん。やはりスカイラインは、はい、小野田君はスパイラインもどれぐらいから所有してんの。3人はもう免許取った時から。一番最初は3人なんだ。一番最初は3人の4枚を、うん、18… 3人の何、4枚、2枚じゃないの。4枚を一番最初買ったんですよ。4枚ってことは GTR じゃない。あ、タイプ M ですを4枚を、タイプ M か、タイプ M を一番最初に買って、うんうん、それを半年乗ったんですけど、ドリフトとかしてて、でその後にどうしても GTR 欲しいってなって、うん、半年でそれ下取り出して GTR 買っちゃったんですよ。そうなんだ。そっからなんだね、 GTR と、スカイラインと歩んで。そうですね、長いね。で GTR は3人ずっと持ちながら、うん、70スープラとか90チェイサーとか。70乗ってたの。乗ってましたよ。あとは、あ、そう、3人タイプ M はその最初のフォードは含めてなんだかんだで5台ぐらい乗ったのかな。なんでそんな乗り換えるの。
5台戻る壊してまた買って壊してなのか、まだ若かったんで、あのお金なくて売ってとか買ってをちょっと繰り返したり、した壊れたもありましたけど、でも3人は潰したことないですね。全部4倍その、いや、2ドアも乗りました。前期後期両方乗りましたよ。うーん、3人がすごい好き であれ、33との出会いは、33が、33が今から8年前に買った、8年、もうそろそろ9年目になります。これ3人と並行でしょ。並行です。今33は8年くらい前に買って、そっからコツコツずっとですね、自分で全部やりながらで、エアコンもリフレッシュで全部やったし、やっぱ3人と33比べると、はい、まあどっちがいいっていうと、普通に乗るならやっぱ33の方がいいです。でちょっとやるんだったら、ただまたサーキット走るってなった時も33の方をやっぱ選んじゃいましたね。ただ気持ち的にはちょっとな、3に買っとけばよかったなって思うこともあります。今走るところがねやっぱりなくなってきてるからね。走るならもうサーキット一択っすよ。まあ、まず今走るところがないイコール購入しようと、あ、いいなと思う車が高い。高い、そのさっき言ったようにね、安くてどんどんいろんなものを買ってっていう車が今もう数百万だからね。そうなんですよ。そりゃ厳しいよね。厳しいっすね。いや、いいっすよね。やっぱ特別なんで GTR、 やっぱりそこはいいっすよね。ハコスカもやっぱレースで勝つために出てきて、3人もレースで勝つために出てきてるんでっていう、ね、R がつくんだからね。そうそうそう、そうね、特別な GTR の35。でもさ、もうここら辺の車もそうだけど、やっぱり車のその性能が高くって、はい、運転技術を補ってもらっちゃうじゃないですか。あ、でもそうですね、はい、でもね、そうですね、でも結局どうなのかなって、昔からそうだと思うんですけど、3人出た当初も多分そうだったと思うんですよ。まあね、あ、結局誰が乗っても速いじゃないかっていうけど、今実際もう、あんだけ 35GTR でワールドワイドな車になっちゃうと、やっぱそれなりに腕がないと、やっぱり速く走らせるで上の方行くってやっぱり難しい。そう、ね、ちょうどあの頃はその首都高俺らも走ったんだけど、はい、俺らはあの30、はい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 、もうあの L 型 Z で 乗りましたんで、はい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 、あれでもね、あの L 型でも280とか300いかないぐらいの馬力でも、はい、あの結構マンパワーで行って楽しめるんですよ。で当時のシルビア180と張れるんだよね。はい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 、だけど GTR が出て、ランエボが出てってなると、そうですね、同じスピードで曲がれないの。曲がれないですよね、もうやべえ、あいつについてったらやばいぞみたいな風になっちゃうんで、そこまで、そこの領域行っちゃうともうちょっと楽しくないかなみたいな。ああ、デッドヘイドしながらこう行くのが楽しいかなっていうのは個人的な見解。どうですかこのポジションは。いいと思いますよ。レカロシート、はい、程よく、程よく。僕はもうフルバケなんで、もう窮屈感っていうのはありますけど、結構フルバケなんだ。フルバケです。このセミバケの方が乗り心地もクッション性もすごくいいし、あるよね、うん、これ好き嫌いはありますけど、結構シートポジションも高めなんで見通しもいいのかなっていうところです。33GTR とかってさ、むやみにこう追加メーターバカバカつけてるのってあんまいないよね。あんまいないですね、本当に。これ3連があるんだけど、はい、本当にシンプルにこの EVC があるだけで。そうですね、もう全然結構ハンドルもこれのボスによって手前に来てるんで、ポジションも乗りやすそうだね、はい、この辺の方が僕は好きですね。いいよね、一番取り回しやすい位置になってるもんね。やりやすいですね、程よく。ただまあ乗りやすいですねこの車、うん、乗ってて全然乗りやすいよね。全然乗りやすいです。もうだからノーマルベースでやっぱりちょっとあのライトチューン的な作りだから、はい、もう全然もう街乗りとかここら辺が一番、はい、一番いいのかな。癖なくていいっすね、うん、一応コンピューターとかもやってあるんで、純正のあのもっさり感は全然ないですね。もっさり感、もっさり感、あのドノーマルの GTR でよくある。あ、もっさりっていうとなんかその、アクセルワークとかその、はい、伝わり方がなんか俺はもっさりしてるんじゃないかなっていう感じがするんだけどね、はいはいはい、あの踏んでからこう加速がもうっていう、あのあれがだいぶ軽減はされてますね。結構、うん、そうだよね、そう結構ダイレクトにプッといってくれるんで、トルクもついてくる感じがあるんで、ノーマルよりは全然乗りやすいですね。ノーマル結構乗りにくいんで。そう
経年劣化してくると、特に劣化してくるとね、うん、一応まあまあフロントパイプから変わってて、エアクリーナーも変わってて、でまあエンジンもオーバーホールしてあるんで、うんうんうん、これだけやるにも今その辺で売ってる、ね、まあまあな GTR 買ってきてやるってなったら、うん、多分この金額じゃ乗れないと。だって多分これトップシークレットさんで、その結構ボディもペイントしてるし、はい、エンジンルーム内もやってるし、はい、さらにエンジンを、まあ、コンプリートエンジン乗っけてるんですよ ね、 これね。そうですね、はい、である程度各部署各部分をオーバーホールしながら交換してってっていう、はい、ほぼ純レストアっぽいことを。そうですね、はい、そうすると恐らく300じゃ効かないよ。いや効かないっす ね、 ね、もう全然、はい、俺ね、そこのデパートができてから、デパートを過ぎたこの区間がね好きなんだよね、この立ってる木と、はい、で横には何もない畑と、はい、あそこにあの今雲で隠れちゃったけど、あの箱根の山が見える。あ、そうですね、はい、山々が。なんだ言って、もうスカイラインのね GTR っていう名車のには、はい、今もう年代もね新しい新車出てるわけじゃないし、そうですね、ないんで、これぐらいのが一番いいよね。いや一番いいっすよ、もう今だったらこの辺の車買うのが一番正解っすね、本当に。なかなか、だから本当に当地からの中古車で、はい、ここまでいいのを探すのも本当に難しいしね。なかなかここまでボディもエンジンもってやってあるので、あったとしても金額高いでしょ。高いし、でしょ、1000万とか余裕で超えちゃうと思うんで。そうなんですよ、はい、どうもどうも、今日はありがとうございました。ありがとうございます、試乗までさせてもらってね。あ、いい、やっぱりね、あの俺が思った通りです。はい、いい車だ。いい車です、やっぱりサンサンももう古い車ですからね。そうですね、名車中の中の名車なんだけど、もう古くなってきてるんで、はい、なかなかいいものがね減ってきている中で、はい、これだけちゃんと手を加えてくれている車っていうのは、やっぱり、はい、欲しいなと思っている方にとってみたら絶対 おすすめな車だと思います。はい、ただ、はい、ただですよ、はい、あ、一応この車が完璧かって言ったら完璧じゃないですよね。まあそうですね、走行がそうですね、20万キロは刻んでますよ、20メーター的に、はい、でも実装の、不明とかじゃないんで、はい、20万キロ以上いってますよっていうんですけれども、はい、ボディからエンジンから細部にわたってすごいいい感じにやり替えてます。もうエンジンなんかコンプリートですからね。オーバーホールして、オーバーホールして新あの慣らしが終えてまだ少ししか走ってないというレベルですよね。もう実質1万キロぐらい、どんだけ手加えてんだって話、さっき話した通り、はい、もう300は下らないよ、まあ、下らないですね、はい、この車両本体もあるんで、それをプラスしたらいくらになるんですかって話じゃないですか、はい、そうですね、はい、さあ店長これで入ってきたばっかりだとは思うんですけど、そうですね、はい、金額も出てるんですか。まあ一応出してます。出てるんですね、はい、さあおいくらでしょうか。これ一応車両本体650で、650、あれ結構俺もっと700-800いくのかなと思ってたんだけど、いやいや、やっぱりまあ走行距離がっていうところで気にされる方が650いらっしゃるんで、まあこれは普通の33 GTR からすると、まああの黒もそうなんだよ ね、 あれで580なんで、580なんで、はい、選択肢としてはそんなに差が あるわけじゃないんだけど、はい、もうでもこれとあれ比べてもこうも違うし青も違うし、はい、いろんなのがあるからね。そうですそうですそうです。そっか650、はい、乗り出しだとどれぐらいなの。650なんで、これあそう車検が残ってる車になるん で600、ごめんなさい、666万円かな。66万プラスで、ね、66万円で、はい、まあ、乗り出すことができる。そうっす。いやこれ正直もうあの映像で伝わる以上にいいと思うんで、もう問い合わせと、まあ、あとは乗ってみてもらって、はい、良さを判断していただければなって、はい、ね、まあ、本当にあとはね実際見ていただいて、はい、判断していただければなと思います。価格的にはね、そうですね、結構あちょっと安いねと思ったぐらいなんで、あのお前のオーナーからちゃんとあの、はい、いくらかかってこうであでっていうの聞いてるんで、もうちょっと行くのかなと思ったけど、はいはいはい、いやなるほどね、ありがとうございます、はい、じゃあこれも長いことね在庫する予定でもないもんね。そうですね、だから早いうちできるんであれば早いことご連絡いただいて大沼店長までご連絡いただければ。そうですね、迷ってる間に車なくなっちゃうんで、はい、ご連絡先こちら 0462288777 です。
それでは皆さんお待ちしております。はい、パッと見そうです。ゆるエンジンじゃなくて、ね、これ見てください、これトップシークレットって書いてありますよね。トップシークレットさんのコンプリートエンジンだそうです、はい、ましたこれでかいね、大きいですね、ポイントとしては。まあ僕のはやってないですけど、これは結構ポイント的には高い、ありですか、ね、これポイント高いです。あのなんでかっていうのは直接お店に聞いてください、僕が答えますそれは。あ、なるほど、なんでこれがいいのか、あそこポイントだね、ここポイント、ここでは言わない、ここでは言わない、オッケーオッケーオッケー、いろんな人見てるんで了解です、はい、で